ラをやっててふと思ったのですが、上強攻撃や上久々が上方向に攻撃したり対空できたりするのって直感的ですよね。下強攻撃は足元攻撃したりもするし。でも 2D 格闘ゲームだと靴大パンとかが対空だったり、ギルティなんかは前パンが対空だったりしますよね。格ゲーの常識とか知ってると違和感ないところだと思うんですが、実は直感的に分かりにくい部分だったりするのかなと。釣り格ゲーは上を入れてしまうとジャンプしちゃうので、そうなってきたとは思うのですが、分かりやすさを考えたらそういう直感的な部分が格ゲーにあってもいいのかなとも感じたんですけど、どう思いますか。 PS 対空に昇竜拳入れるのがだるいですと。なるほど、確かにね、確かにそれはそう。これはね、結構やっぱりそういうもんっていうのがね、ざっくり言うとそうなんですよ。スマブラのその生まれた経緯とか、これあんまり詳しくないんですけど、軽く調べた感じだと、格闘ゲームの問題点、格闘ゲームの面白さを分解しつつ、格闘ゲームの問題点をうまく解消して再構築したみたいな、まあ、そういうゲームらしいんですが、だからまあやっぱり直感的じゃないだろうって思った部分は直したし、分かりにくいと思った部分は直してるし、それ用に新しくルールを作って、しっかり作ってると。まあ、例えば、なんだ、よく言われるのがさ、格闘ゲームって体力がなくなっても、キャラの動きって変わらないじゃん。元気いっぱいみたいな。で、なんつうか、最後体力がなくなってきて弱パンチ受けて、うわーってやられるみたいな。なんで?みたいな感じになるじゃん。っていうのとかを解消するために、まあ、やられのパーセントがあって、食らえば食らうほど、でっかく吹っ飛ぶようになると。まあ、みたいな。まあ、そういう部分だったり、まあ、操作のコマンドが難しいみたいな、直感的じゃないっていうのも多分すごいいろいろ理解した上での今の仕様だとは思うので、まあ、要するに、スマブラって後から生まれた、その後出しのゲームなんで、直感的なのはそりゃそうなんだよね。で、なんでじゃあ格ゲーっていうジャンルがそのずっとアップデートとか新作が出てるのにそれを変えないのかっていうと、これはね、もうこういうジャンルだからと、こういうルールのゲームだからとしか言えないんだよね。格闘ゲームって今言われてる大多数のゲームがストリートファイターっていう源流を元に作られていて、ストリートファイターみたいなゲーム、ストリートファイターみたいな遊び、もしくはそれから派生した格闘ゲーム系のゲームの面白さを元にしたゲーム、要するにそういうのが好きな人向けのゲームになっているからこうなってるんですね。要するに例えば、シャガパンが対空、これって確かに変なんですよ。しゃがみ大パンチでアッパーするっていうのは変な感じだと思うんですけど、これをかい、紐解いていくと、例えば竜だったら昇竜拳で対空するっていうのがまず1個あるじゃない。で、まあ、立ち台キックで対空とかもあるんだけど、昇竜で対空するのは難しい。だけど、立ちの通常技で対空するのも別に無敵があるわけだから落としにくい。けど、しゃがみ大パンチだったら、低い姿勢でジャンプ攻撃を避けながら殴れるっていう、こう、なんつうの?システムの抜け穴みたいなのを活かした。読み合いになるんですよ。要するにしゃがみながら出せるから対空として強いよねっていう、強みだったり、そういうルールみたいな感じがなってるんですね。つまるところしゃがみ大パンチが対空できるっていうこと自体がすでに、それがもうすでに面白いことになっちゃってるのね。昇竜拳で対空するか、昇竜拳は無理だけどしゃがみ状態から落とせる、あ、出せるアッパーで対空しようかなとか、そういう駆け引きをするってこと自体がもうすでに面白くなっちゃってるので変えないんですよ。で、なんでギルティが前パンが対空なのかっていうと、空中ダッシュがあったり、すごい、なんつうの、空中戦がすごい機動性の高いゲーム、まあ、今言ってるギルティっていうのは青色とか、レブ2とか、まあ、その辺のギルティなんですけど確かになんで前に入れながら攻撃で対空なのかっていうとちょっと謎なんですが、これは対空攻撃は、ある程度リスクを背負わなきゃいけない。要するにレバーを前に入れるなりしてないとガードしながら入力できるっていうのはなんか
汚い気がするっていうのがまず根っこにまずあるのね。で、なんだ、二段ジャンプとか空中ダッシュとかがあるゲームで、対空昇竜拳って現実的に無理なんですよ。無理というか、かなり難しいのね。けど、なんもないと飛びまくられちゃうから、ちょっとつまらんなってなる。から、なんかワンボタンで対空できるシステムがあった方がいいな。で、それがじゃあアッパーなんじゃないのってなるんだけど、ギルティみたいに速いゲームだと、普通の大攻撃クラスのアッパーで対空すると、すかされて反撃っていうの方が、やっぱでかくて、ちょっとリスクがありすぎるのね。だから弱攻撃とか中攻撃ぐらいの弱い、隙の少ない技で対空しなきゃいけないんだけど、そうなってくると PKS ハイスラッシュ言ったら P じゃないとおかしいのよ。P か K じゃないとちょっときつい。まあギリギリ S ならいけるかな、みたいな。で、共通システムするんだったら、じゃあ前パンかな、みたいな。まあなんかね、多分コマンドに関して言っても、やっぱ前でなる攻撃っていうのは、まあ昇竜拳とかの源流というか流れがあると思うんで、まあそうなってんのかなとかも思うし、まあ、要するにこの辺って格闘ゲームっていうルールを壊さずに、そのルールの中で面白さを出そう。要するに遊び幅というか、こういう駆け引きにしようっていうのを壊さないようにしつつ、なんか新しい要素を足そうと思った結果生まれたコマンドだったりすると思うのね。例えばウニの対空が 3C で出るじゃん。 3C でハイドの対空とか出るじゃん、まあ、何キャラが 3C で出ると思うんだけど、なんで 3C なのかっていうと、要するに 1C じゃない理由、しゃがみながら入れれない理由としては、そのしゃがぐらが強くなりすぎない、要するにアサルトとかの駆け引きをしたいので、そうなってるみたいな。まあ要するにメカニック的なメカニズムというか、ゲームのそのそういうルールで遊んでほしいなみたいな部分を残している結果、直感的とかではなくて、そういう風になってると。いや、各自多分直感的には作ろうとは思ってるんですけど、スト2っていうルールを壊さないようにしようと思うと、やっぱこういう風になることが多いんじゃないかなと思いますね。はい。難しい。だから格闘ゲームっていうそのフォーマット自体が直感的じゃないんだよね、もはや。なので、直感的に操作できるゲームっていうと、まあそれこそ今だってやったら普通に FPS とかさ、流行ってるわけじゃん。FPS って昔から流行ってるけど、まあ、いろんなゲームがあるわけじゃん。っていう方がさ、キャラクターを自由に動かせると思うんだよね。直感的っていうのって実はすごい曖昧で、結構時代によって違ったりするわけよ。その今直感的って思われてるインターフェースとが昔敵あの通用したかって言われると、そんなことはなかったりするわけなのね。要するに当時じゃない、その今流行ってる操作方法だったりゲームの遊び方みたいなのが基本的にはみんな直感的だと思うのよ、ざっくり言うとね。なんで今だったら格ゲーってフォーマットの時点でもうすでにそれは直感的ではないのね。スマブラの方が流行ってっから、スマブラの方が直感的だと思います。で、スマブラより流行ってるゲームっていうとなかなか難しいんだけど、アクションゲームよりだと、まあ例えば FPS っていうジャンルは一大ジャンルだからすごい流行ってると思うのね。だから FPS にしたらええんちゃうみたいな話になってきたりする。いやいや、そんな極端な話をしてるわけではなく、もうちょっと直感的にしたらええんちゃうんって話だと思うんですけど、それで言うとみんなそれはやってる。可能な限りやってはいるが、格闘ゲームっていう根っこにあるスト2をベースにしたルールを壊さないようにしようと思うと、この辺になるみたいな、多分ねそういう状態だと思いますよ、ざっくり言うとね。対空にね勝利権入れるのね、俺ももう嫌っすね。できないっす。昔 P4 ユースとかそうやってる時に思ったんですけど、あれをすごいやった後に他のゲームやって、
え、なんでわざわざ俺退屈するのにボタン入れてんだろう、あのコマンド入れてんだろうって思いましたもん。めんどくさって思った。やっぱ人間ってね、そうやって慣れていくものなんで、流行りの入力っていうのはあるとは思いますね。はい。まあなんで、まあ各自ね、直感的な部分はね、頑張ってるとは思うんですけど、いろいろ事情があるんだなと思ってもらえると助かります。はい。ご質問いただきありがとうございます。今ので本当に回答になっていたのか。